どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は品質不正ですね。地味なんですけど、この話ですね、作ってる時あ、この話俺めちゃめちゃ面白いやん、天才と思いましたので、きっと面白いと思います。品質不正はなぜ起こるんでしょうかそしてサブタイトルがあります。今しめとして前に進むために、ぜひご視聴いただきたいと。 そして今回の動画はストップ品質不正ですね。アマゾンで検索して手に取ってみて、まあ、レビューも見たんですけども非常に良性でしたね。このストップ品質不正から多くの部分を引用させていただいております。 なぜですね品質不正かというとこういうふうにですね先月ですかねティムトスということで台湾の一大工作展ですね台湾の中での工作機械の展示会にお邪魔させていただきましてもちろん日本の製造業の強みんですかみたいな質問もアンケート用紙を作って聞いてきました圧倒的品質管理という回答をいくつか頂戴しております日本の品質保証は伊達じゃない何だあれはみたいな感じだったんですねししかしながら現在の日本では 品質不正ということでどこに行った品質ナンバーワン立国日本の姿人表にして抜粋させていただきました2015年ですね東洋ゴム断熱パネルの性能偽装と18年にも免震用ゴムの試験データを偽装しております2016年に入ると鈴木ですね無視覚者による測定方法の変更とデータ改ざん等ですね2017年は同じ自動車会社の日産ですね同じように無視覚者による検査及び測定方法の変更を2017年10月 スバルですすね無者にによる検査及び測定方法の変更等になっています2017年頃からはですね、三菱電機さんですね、これはメディアを非常に賑わせているというか、追求が非常に厳しいと思いますが、ゴムや半導体など多岐にわたるということで、いろいろな不正が出てきております。これはある意味、三菱電機さんが根絶しようという働きをですね、社内で活発に行っている側面もあるかと思いますが、一つ目指すことかなと。2018年、京セラケミカル製品の一部が UL 認証不正と。時代は が2022年ですね最近になってくると、東レ、樹脂製品の UL 認証不正、かつ内容自体の把握は16年からしていたものの、この UL 認証不正をある意味覆い隠すような動きがあったというふうに、週刊誌等では語られていると。で、2022年の7月、ダイセルですね。ダイセルでも僕、営業コンサルさせていただいたのですが、そういった忖度を挟まず、しっかり表に出していきたいと思います。樹脂製品の UL 認証不正、これは04年3月から17年6月と。台湾で聞いてきた 話は本当に真実だった でしょうか目を覆いたくくななるるような事例が品数不正とと検索すればポコポココ出てくると一体全体どうなっているのか日本と。そして直近ではですね、なんとこれ読売新聞オンラインからの写真でございますが、世界ナンバーワンシェアのフォークリフトですね。まさかあのトヨタ自動食器で不正が起こるのか。この衝撃度合いでございますよ。トヨタグループにはですね、明確なヒエラルキーがございます。そのトップに君臨するのがトヨタ5三機の中でも、トヨタ自動車の母体で終わる 食器なんですね詰まるところ、トヨタ自動食器というものは愛知県で随一の名門企業でございます。その名門企業から、しかもですね、トヨタ自動食器の売り上げの半分以上がフォークリフトなんですね。そこで不正が起こるとどうなっとんねん。僕、昔ですね、トヨタ自動食器さん担当でございました。もちろん、リア工場にも行きですね、安城にもよく行ってました。トヨタ自動食器さんの担当者ですね、フォークリフトは高浜で作られていたかと思いますが、非常にですね、優しい方ばっかりだったんですね。 とってもある意味衝撃でございましたと。 品数不正によって、被むる既存ということで、製造業以外でも、この品数不正というものはかなり多くあるんですが、今回はまあ製造業に注目してですね、取り上げたいと思います。製造業での影響範囲は非常に甚大なんですね。というのも、トヨタ秋尾さんが言ってるように、製造業の売り上げの2.5倍ぐらいを波及効果があると。例えば工場があれば、ものを作ってるだけではなくて、工作機械が必要だし、切削工具も必要なんですね。工場によっては、切削工具だけで数億円年間購入するような企業もございます。 他にも部材が必要で商社がいらっしゃったりそして営業からそういった工場設備の納入がされたりですねいろんな経済が動くわけですね工場があればそういった感じでございます昨日の事例でいきたいと思いますが不正な試験方法で型式指定を取得していたじゃ影響範囲分かりやすい資料があったのでここから抜粋しますがこの中型と大型のトラック2車数ですね国内販売台数は前期比63.2%も少なくなるとこれは4トン以上に限った数字でございます停止2車数で 国内販売の23%にになってるわけですねさらに直近のニュースではですね最終損益の見通しとして550億円の赤字であったんですがさらにそこに600億円程度積みますということで1280の赤字ににななるる見込みになっているそうです昨日だけの問題ではなくて先ほどお伝えしたようにサプライチェーンだったりいろんな経済を動かしているということでサプライチェーンになぞってです、ね、解説をさせていただくとトラックのサプライチェーンといえば内装品があったりもちろんシートがあったりですね。エンジンジとかトランスミッション があるわけですねこのエンジンを作る時もですねこのエンジンをすぐ作れるわけではなくていろんな部品ですねエンジンは1万点からなるというふうに言われますがコンロットだったりカムシャフトクランクシャフトそしてシリンダーヘッド等の部品からなるわけでございます型式指定の取り消しはかなり重い処分で約1年以上はですね生産ができなくなる見込みになっておりますニアリーコールですね各工場ですねこういったもの全て日野で作っているわけではないのでいろんな部品トラックだと3万点以上あると思います そういった部品を作ってる工場が生産ができない事態になるわけですね1年以上日の,の仕事でおまんまを食っていた工場は工場ラインを稼働できないのでかなり経営が毀損してしまう日の,のサプライチェーンの大きな毀損につながっていくわけですね日の,の力としても非常に下がってしまうしサプライチェーン上のメーカーも困るしそこに紐づいてる商社もものすごく困るわけですね取り消しというものはかなり重いんですがそれ以上にですね日野自動車の複製はかなり悪質 でであったわけですね不合格になると分かった上で代替品を準備しているということでトラックというものはこういったノックスですね汚い排ガスが出るわけですよこの汚い排ガスをきれいな排気ガスにして排出が必要でございますでそのきれいにする方法が2つありまして1つは触媒を使った浄化方法ですもう1つがこの尿素ですねおしっこではありません 尿素をですね、使った浄化方法ということで、この尿素を使ってアンモニアを発生させ、ノックスと化学反応させることによって、この排ガスを無害化すると。なので、この2番の方式を使っているトラックに関しては、尿素タンクというものがあります。これによって で綺麗な空気に変えてあげるということですね昨日が中型エンジンでは行われた規制内容というものはこちらの1番でございましてエンジンがありますでノックスが出ますそのノックスに関して触媒を2つ通すんですけどもこの触媒を通して綺麗にしていくしかしながら搭載された触媒では規制のクリアが不可能だということが分かったので巧妙に触媒を途中で入れ替えて試験を継続するこのままだと不合格になることが分かって 劣化具合がちょうどいいものバレないものをわざわざ載せ替えて試験をパスしていたんです。 そのほかにも大型エンジンでは燃費が良くなるように計測器をわざとそういうふうにキャリブレーションするという不正が起こるだろうこれは問題だろうということが分かりながら不正をしている悪質でありますね悪質だよねだけで終わらすよく新聞記事に見られるんですけどここからものづくり太郎の進化でございますなぜ不正が起きるのか不正は一つの事柄ではなくてさまざまな要因が絡みます有名なのが不正のトライアングルということで機械動機正当化ですね例えば計測方法が 紙ででやってるとということであれば改ざんを行える機会がそこにありますよねまた動機としては不合格なんだけど合格にしてしまえば生産数を守れるよねまた正当化としては売り上げに貢献できるからこれやっちゃえみたいな各要素の提言をいかに醸成していくかが今製造業には求められている。 では日野の話に戻りまして当時日野自動車が置かれた状況でございます合格させないといけないという様々なプレッシャーがかかれておりましたし様々なプレッシャーがかかるような仕組みになっていたわけですねこちらが日野こちらがトヨタ自動車でございますが普通車とトラックという違いはあるものの不合格であれば再試験が45万キロとものすごく長いと日野の試験方法であれば45万キロノンストップで動かして走らせてその後結果を見るわけですししかしながら トヨタであれば12万キロを走らせて一度確認しこれでいけそうだよねということであればそのまま試験を継続するプラスマージンを10%ぐらい取ってるトヨタ以外は5%と言われているのでそもそも厳しい要するに45万キロノンストップであれば非常にリードタイムが長くかかりますので不合格と分かった時点ですね45万キロが終われた後からあ今からえもう一度エンジン再設計するの間に合うのラインオフも後ろに控えているしそして新 社長になっていたし設備手配もんでるから今からエンジンの設計変えちゃうと設備の手配も修正しないといけないなとかサプライチェーンの説明はどうするんだみたいな動機があるわけですねこういった不都合を乗り越えるには不正してもいいんじゃないかなみたいなそして部署間の格差があったわけでございますこのように設計部の方が品質保証部よりもヒアラルキーが上だったんですねこれ何が問題かというと実験部の最高役職が課長止まりであったため 将来設計部の担当者同じ年代であっても設計部の人が昇進していきますので自分の目上の情緒になる将来がほぼ決まってるそれが確定路線引かれた線路になってるわけですねあなたは将来上司になる可能性がある設計部に対して歯向かうことをあえてしますか忖度しませんかそもそもそういう構造があるということが問題であるその他の要因を他の事例をもとに複合的に考察していきましょうと。 部署格差が品数不正につながるのは日野に限った話ではございません。スバルでも 同じなんですねこれは JC08 モードということで皆さん車買う時に燃費燃費って言うじゃないですかそれを国土交通省がが定定めた方法でで測定すするる必要があるんですねそれをもって燃費と言ってるわけですよ始まって1分からはこのくらいの速度で走って坂を意図してこのくらいのアクセルを踏んでくださいとかですね非常にきめ細かい取り決めがありますしかしながらスバルはトレランスエラーの時間を0秒に書き換えしちゃったんですねトレラランスエラーの時間を1秒以内で総時間間を秒秒以以内内ででがあればもう 問題ないんですけどもこれを全てててててて秒秒秒にして上長ににににししししし相談いたと他ももも問題ががありましてもしトレナンスエラーが3秒以上等になってですねもう一回試験しないといけないということであればその車を販売できないということで走行距離を抑えるように心理的に働いていたのと生産計画にもこれ影響が出るわけですねもう一台作ってくださいもう2台作ってください言わないといけない不合的要因をここから深掘りしていきたいと思いますがここでもですね検査員が課長以上になるのが例外的例外的にやり イコールないといいととうことでございますそして品質管理部分は付加価値を生まず製造部よりも地位が低いという発言がアンケートによって表出されております製造部や営業への忖度や配慮した検査になっていた製造部が見下した態度でも反撃のチャンスは品質保証部に未来永劫やってこないわけ 意図しなくても製造部とか設計部であれば偉そうに振る舞っても問題ないような環境がそこに用意されていると意図しなくても不都合が弱い部署に押し付けられるそもそもの組織設計図になっていたわけですね。この品質保証部だけの問題ではない不正には必ず複雑なバックグラウンドがあるんですね。 同じように鈴木の検査不正も部署間の格差から生まれていると。鈴木といえば軽自動車、主に小さいコンパクトカーと、そして変態の二輪自動車でございますと。安定の本だと。えー、変態の鈴木と。 話を戻しまして、燃費排ガス規制の測定不正ということで、スバルと同じようにトレナンセラー発生の無効試験を有効にし、そして測定室の環境条件を改ざんしました。CO 濃度等を基準値に収まるように改ざんする。こういう検査室の行いが悪いからでしょというわけではなくて、こちらにも複合的要因がある。それは何かっていうと、例えば、室級温度計の計測に水道室を利用する。この室級温度計というものは、こちらに水を締め込ましたガーゼだったと思うんですけど、それを貼り付けて、 計測すするんですねただし水道水というものはですねいろんな物質が含まれていますので通常は純度水の H2O の純度が高い蒸留水を使う必要があると検査員がそもそも不足しており作業時間に余裕がなかったさらに製造工程の設備に比べて検査設備の更新頻度が低いニアリーイコール設備投資にて製造部より軽んじられている現状があるこれ非常に切ないんですが蒸留水さえコストの対象と あったわけです、ね、たかだかネットで検索すれば数千円ですよこれによって被った鈴木の損害というものは奥を軽く超える鈴木、ね、僕も行ったことがありますで見積もりを出すと23回もうちょっと下がらないっていう交渉が入るわけですね要するにそのコスト低減で鈴木というものは業界を勝ってきた生き残りを図ってきたわけですねしかしながらこれは度が過ぎているわけでございますとルと同じように部長級以上に管制検査部門出身の担当者まれ検査は無駄という風潮と コストであると評されていたいたたまれないですね生産部優遇の弊害が間接的に機械や動機を作ったわけでございますスバルやスズキの品質不正が表すのはコンプラの勉強会だけでは本質的な解決にならないご理解いただいたと思います e ハンニングとかじゃ不正は防げないんですよ部分が多いということで防げるものもあるんですね 日産や三菱電機のの不正にについてもこの例に漏れません三菱電機は業界をにぎわしておりますが鉄道用コンプレッサーの不正の概要ですね同じように生産設計部への人材配置は積極的であったが品質部門の人材の厚みはそもそもほぼ薄かったとノートぐらいである 5mm ぐらいであると空調装置だ水の散布試験をなんと行わず管理者は事態を把握していたにもかかわらず試験方法の妥当性のチェックまで行われなかったと。品質部門の リソース不足だ。 んですねこれは人事格差によって引き起こされた部分があるとスバル鈴木に似ているわけですね人事は経営判断になりますので構造的なな改定が必要でででああるるとと経営者層のの問題であるこ表れなんですねしかしながら日産も三菱も報告書の観点から言えばスバルや鈴木のように問題点のセンターピンがあぶり出されていないことに問題が多くあるともちろんこういった不正がありましたおそらくこういうことですっていうようなことは書いてあるんですがスバルとか鈴木のとか のような生々しい意見が出てきていないんですね。なぜ報告書にこのような差が生まれるのか、性による実は利益享受者が存在するわけですね。工場メーカーがあります。その不正を調査依頼するわけですね。この調査というものが非常にチャージ費用が高い。時間、単価最低5万円になって。 おります調査に30人で3ヶ月詰まるところ4億円から5億円程度が必要になってくるわけですねビジネスが発生することから忖度が起こる可能性が十二分にあるこれは忖度が起こる可能性があるということにとどめております忖度していたわけではないと思います三菱も結構深いところまでやってるんですが何度も不正が発生すれば事務所は良好な関係を構築したいことは僕が言わなくてもわかるであろうと。もう1つがが経営者が現場に 圧力をかける動機が現場担当者より大きいとスバルの当時の社長のですね報酬というものは業績連動性になってるんですねその業績連動性の報酬は6200万円と従業員の約9倍もあったわけですね従業員が不正をしてそういったことはないと思うんですが目をつぶるということであれば生産性がそれで高まって利益が高まればスバルの社長の給与が上がるわけですね三菱電機の業績連動報酬は当時1億円でございました 従業員の約12枚もあると平均給与は有価証券報告書を参照しておりますので妥当な数字かなと。 不正の動機づけが強く働く経営者まで切り込んでこそ長い目で見た場合に会社強準化につのがるのではないでしょうか。日本人たる経営者であれば侍魂を取りに行くべきであると。将来この会社に育ててもらったということであればその会社が将来長い目で見て10年20年経った後に何が残るかそれを考えてこの調査を行うべきなんですね。三菱さん、三菱さん言いたくないです。しかしながら三菱の方にですねお話を聞くとあれから随分ードは変わったと。で 今の社長ですねウるマさんが今社長やられてますが彼がですねこの撲滅を主導してるとで撲滅を主導する傍ら社内を変えようとしてるので変えようとするとアンケートしっかり取らなきゃいけないということで不正が見つかってですねウるマさんを逆に自ら調べることによって逆風に当たってるっていうことで必ずしも忖度が働いてるとは言えない部分もあると思うんですがこういったことは言えるよねそしてここから言えることは機能自動車に見える巧妙なんですね皆さんでですねツイッターでもこれ話題になって っておりましたがヒドの報告書はひどいしかしこのヒドさから報告書に伝わる彼らの本気度が伺えるわけでございます抜粋を持ってもらいりました、まあ、まず左からいきましょう人事制度が形外化し評価の物差しが不明確で評価制度が機能していない結果あいつはそろそろ上げてやろうといった年功序列や上の言うことを素直に従うイエスマンが昇格しやすかったり能力に見合った昇格が行われない年功序列ではなく能力主義と言われる評価制度になっているが能力主義と言っても日の自動車であれば客観性のある能力評価の仕組みが確 ででできているるるとは全く思えずワンマンマな権力者の主観で評価される仕組みである悪い言葉で言うと「権力者の好き嫌いで評価が決まる」「昔から言われているのをよく聞く」「そのような評価制度の中で担当者がもし問題を解決できないとか開発日程を守れない等と報告した場合こいつは能力がないと評価され昇格も昇級もされないことになる」「裸の王様になっていた」などですね非常に生々しい意見が散見されると。 その他にも身の丈以上に仕向けを拡大しているため、商品を維持することもままらなくなっている状況がここ数年継続しており、今回の不正についてもその状況を把握していたにもかかわらず、社員の頑張りで乗り切れという指示しか来ていないことも問題があると認識している。身の丈に合わない業務量をこなそうとする姿勢、そもそもリソースをしっかり把握管理もできておらず、来たるものを受けるという文化ヤフーニュースにはこのように載っておりました。この調査をですね。指導したのがですね。榊原和夫さん、歯に絹を着せぬ発言ということで、彼の論調は非常に。 国会でございますが日野自動車を一頭両断にしていると広に向けた提言について説明いたします当委員会は本問題のシ因を次の3つと考えております一つ目はみんなで車を作っていないこと自動車メーカーに対してですねそれを一つ目に持ってくると2つ目は世の中の変化に取り残されていること3つ目は業務をマネージメントする仕組みが軽視されていたことでありますと忖度など微塵もないそしてここからです人の,の巧明とは国家 からなんですすね ir やおお知らせにもそれを現れをております逆に言えば変わるなら今しかないそう取れると昨日の,のホームページを見ていただければこのようなページがあるんですね「公表情報一覧エンジン認証に関する当社の不正行為を3つの改革について感動しましたね不正に対しての是正アクションを全て公表するとそれだけにはとどまらず原因のなぜを定義し要因のボトムに迫って ていると因数分解して一つ一つなぜ起こったかを徹底的に調べ上げるさらにこのようなフレームワークがあります人間尊重と正しい仕事を実施する経営改革人材尊重を中心に捉えた組織風土改革新しい日野の,の車作りのための構造改革とまさにこれは TPS ですねトヨタの人を尊重するどの可能性に再度目を向ける内容になっていると会社を DNA から生まれ変わらせると感動するねその意思が見えるこの人間に可能性を見いだすトヨタ 自動車の人尊重の DNA はやはり日本の宝であると私はここからも感じられるとトヨタが親会社であったことが日野にとってのある意味幸運だったねそう言われる日がですね EV の激動の時代でございますが日野には来るかもしれないことがこの資料から分かるわけですねここからもう一度やっていこうその強い意志が伝わってくるわけですねしかしながらトヨタの気持ちを組めばですねおそらくトヨタの社員はこう思っているだろうだがしかし最終的にやはり日野社員の思いが重要 でものづくり人間形成を果たせた後要するにものづくりという現場で働く人間とはこうあるべきだというしつけですねそれを果たせた後この基本方針3つありますがそれを日野という会社が2年に消化できるかそれがきっと勝負の分かれ目であろうときっとトヨタもそう願ってるはずなんですねおそらくビジネス環境もありますが非常に日野は本気になっているだろうということが強くうかがえれるわけですね。 一点ですね、東レですよ、東レ。東レの不誠実な度合いはもう許容ができませんと。怒り心頭でございますと。東洋霊音をたるですね、栄光はもう過去のものなのかと。東レはなぜ東レかというと、東洋に高品質な霊音を作る会社があると。それが東レの会社を関するですね、名前の由来なんですね。それほど繊維ではですね、素晴らしい会社であったわけでございます。日野自動車の事故と比較すると、もうこの会社はダメなんじゃないかな。これ見てください。トーレが発表した当社 樹脂製品における UL 認証登録の状況及び開発防止策の実行状況についてそこに現れるこの文面でございます読みますこの度の登録取り消しの対象製品を使用されているお客様の UL 認証取得されている製品のお取り扱いに関しご質問等ございましたらお手数ですが以下のリンクから UL マーケットサーベランス部門にご確認をお願いします英語のみとなんだと UL に直接お客様なのに問い合わせると何,何,何やねんこれと 問い合わせセンターも設けずお客様に直接問い合わせをさせるという不正術極まりない対応をされているとよくわからんとこの UL 不正とは何かというとですね UL っていうのは難燃性の試験をしてるわけですねこの難燃性というものは非常に重要で例えば皆さん家電を持ってると思います家電というものは電気を使いますので発火の恐れがあるわけですねその発火すると例えば基板とかですね外部の樹脂が難燃性要するに燃えにくい材質でなければそれが火事になってしまうわけです この何年生が担保されていることで皆様の家財ですとか家族ですとか生命そして生活が守られているわけです。この樹脂において簡単に言うと替え玉を用意していたと思いますがそれによって試験をパスしていたわけですね。それなのにこの対応かと。もちろん特設ページはこのように設置されておりますが会社経営、組織に踏み込んだ内容はほぼゼロでございますと。いこでうった教育しましたとかですねこういった教育 幹部クラスのの教教育育がが終終終わわわりりりままししたみたたたたみみみいいいなななことほぼそれで終わりみたいなはみたいな実際その教育資料って何使われたのとかどういった今後のコンセプトでやっていくのとか立ち直るためにどういった防止策を設けるのとか鈴木スバルの不正そして日野の不正から見えるですねじゃあ組織としてどういうふうにやっていくかみたいなことが全く見えないとつまるところ日野とは圧倒的な隔たりがあると感じざるを得ないそして不正の数が多いこともそう三菱電機さんですねこの方 資本に関してもやっぱり日のを見るとですね本当の核には詰まりきれていないのがやはりこの三菱電機さんが追われるゆえではないかなと思います僕は知ってます三菱と何回もお仕事もいただいてますし公園にも呼ばれてると彼らだけですね公園で三菱を別に叩いていただいても問題ない率直に太郎さんの意見を教えてほしいと実は懐が深い企業でもあるそして国のインフラを支える機関企業でもあるとそういった大きな責任を背負ってるわけですね三菱重工は国なりというような言葉もある通りですね彼らは本当に日本の インフラをされてるる重要機関企業であるとなのである意味そこは三菱に対しての期待なんだと思いますねもう一歩踏み込むことを期待したいと思いますが僕の知り合いですねでは本当に風土が変わってきているという変化の兆しもですね見えるということで今後やっぱり三菱には期待していきたいと一言付け加えるとすればですね通りに立って三菱より下の家であるということでございますと。 いかかがででしょうか品質不正ですね単なる記事を読んでいてはですねこういったバックグラウンドなぜ起こるかというボトムに迫って俯瞰して考えられないんですね。ということでまとめさせていただきましたいかがでしたでしょうか最後一つの記号に触れさせていただきたいと思います。大金に迫る決断の時でございますこれはど,ど,どうなっ 天然ということでございますがもちろん実際の精査が必要であることは前提でありネットとかニュースで表現されていることの精査が必要でありですねいろんな意見があることを前提として話しさせていただきますさらに僕はですね代金工業から仕事の依頼もいただいておりこれをですね動画にさせていただく非常に迷いましたがこれはもう倫理の話ですね何を大木さんやられたかというとまあおそらく代金であろうということになっているんですがピーフォアというフッ素系の素材 があるんですねこれはですね経済産業省のページでもこの関連物性の有害性の概要が載せられている原文そのまま読むとですね人体の中に留まり続け清掃がんや肝臓がんの増加の関連性を示唆する証拠と書かれているガンを促進する可能性がある物数である証拠があるということですねこの p 4はの値が大阪の大金の工場がある摂津市の数字が異常であるつまわところ摂津市の地下汚染が異常値を示すさらにですねこれ アメリカでは集団訴訟に発展しておりまして化学メーカー大手の 3M なんかは敗訴して約確か6億ドルだったか、まあ、数百億円住民に対して損害賠償を支払い命じられてるわけですねで 3M だけではなくて話ではなんと代金もアメリカでは住民に支払いをしてるんですねところがどっこい日本ではですねあたかもこの事態がなかったかのように振る舞ってると日本人はいいんですか日本の土壌で育ってきた企業ですよね製造業の倫理化 どこへ行ってるんですか昨日の事例からも分かるようにトヨタグループでは言語道断である倫理観であると本当であればこの事実が本当であればですねあえて代金が認識を遠ざけているありえない事態に発展していると他の不正とは比較にならない事象そのものを否定する様は日本を代表するグローバルカンパニーとしていかがなものかとプライドは代金どこに置いてきたのかありえんぞ事実そのものから目を背けるこれはもう動画に上がってます代金の社員であり ありながら市議会員の方にも直接取材を言ってるんですけどその方が発言されたのいや代金の広報部に言ってください社長に直接取材に行ってるのにいや私は存じません白を切るわけですねはいその姿勢を同じような関西出身和歌山なんですけども松下幸之助ならどう見るかと経営の神なら果たしてその状況をどう言うんでしょうねこれはですね製造業のプライドをかけた倫理の問題にもなってるわけですね代金さん問題がないなら調査の結果を公表すべきではないでしょうかと市民 が不安に思ってるわけですよ自身が住んでる市区町村にですね P4 が含まれる農作物が育ってるということであれば皆さんどうお考えでしょうかその事実を覆い隠すと覆い隠すような動きをしているわけですね僕は見てませんけど NHK の黒源でもこれは取り上げられたそうですと品質不正とはもはや次元の違う話に感じますね大金さん夏になれば盆踊りしてますよね「市民のため」とか言ってどうなんですか歳歳と僕34歳です生意気 な,いない意見かもしれませんが製造業を思う一人として発信をさせていただきたいと思いますね松下幸之助もですねでっち方向に行ってですね彼は9歳から行ってると彼が確か12歳とか13歳の時ですねどういう話だったかな確かその自転車屋だったかその実証拠に行った視野だったか忘れましたけど視野からお金をくす寝ているとそれがバレましてまあいいじゃないかと許してやろ,やろうじゃないかという話をした時松下幸之助は言ったわけですねいやそれは正しくねえと僕がですねもしこの方を雇い続けるということであればここでご縁こむりたいということを13歳 さながらにして倫理観を思ってですね彼は正しい道とは何かということをですね自問自答してそういった行動を起こしてあれは良かったと言ってるわけですねここの助はですねどうでしょうもちろん今ですね僕は代金に何回も行ってます当時ですね意見交換をさせていただいたり資料作りの方法をやり取りさせていただいたんですがメールもいただいてるんですね太郎さんありがとうとあの気持ちですよねどうすればいいんですか僕はということでこれが本当であればよろしくないですねよろしくないと ということで品数不正はなぜ起こるのかとこの代金の話もパワーバランスもですね、先ほど挙げた本ですね、このストップ品質不正ですね、そういったパワーバランスの話もしっかり書いてあるとということで、いわゆる貼り付けておきますから、皆さん手に取っていただいてですね、読んでいただくのもいいかと思います。今締めとして前に進むために。 といいいうこででで以上ごござざまますお疲れ様でございました程度を比較することはできませんが製薬会社駿河銀行サブリースの問題等ですね代金の話がずつであれば彼を抜いてですね製造業から俯瞰すると目を覆いたくなるレベルのものもありますとそういった話もここに書いてありますので是非教訓にいただきたいと思います。 と,ということで、このようにですね、今回は品質不正ということで、皆様のおかげで僕はおまんまを食べてると。で、三菱からも、大金からも仕事をいただいてましてですね、こういった動画を投稿するっていうのは非常にジレンマがあるわけですね。僕の様子におまんまは授業に抱えてるわけですから、そこのおまんま、もう減るかもしれんという状況でですね、お話しさせていただくということで、勇気は必要だったんですが、まとめてみるとですね、これはやはり表現しないといけんということを感じましたので、動画にさせていただきました。製造業に関連するトピックをいつも扱っております。え製造業現場で働いている方、そして、ものり、 製造業が好きな方ですねそしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録いただいて応援をよろしくお願いいたしますもちろん刺激になればいいねマークとベルマークも忘れずにお願いします最後に次回の動画になりますが次回の動画の前にスポンサー動画でございますどうぞ どうも、ドイツのハノーハーからお送りしておりますが、パナソニックエナージーさんからですね、スポンサードをいただいておりまして、パナソニックエナージーといえば電池作ってるで。今はですね、激動のグリーンのトレンドですとか、UV のトレンドが襲ってきておりまして、エンジニアがですね、タレント電池作っても作っても足らない、製造系のエンジニアですね、そういった方を非常に多く募集していると、興味があればですね、まあ僕もパナソニックにおりまして、非常に働き方としてはホワイトですし、激闘の時代でストレッチできる、そういった環境が余ってるんですね。概要欄 チェックいいただいて興味ある方はですすねぜひ覗いていいいてたただきたいと思いますはいい次回は未定でございますおそらくこの動画ハローファーメッセの後に公開されておりますのでハローファーどうだったかっていう向こうで EV トレンドがどういうふうに撮られてるかみたいなことも聞いてきてるはずでございますのでそこもね開示させていただきたいと現地の生の声をお届けさせていただきたいと思いますということでまた次の動画で会いましょうじゃあねっちゅバイバイ 本日も最後までご覧いただきありがとうございました。品質不正、かなり興味深い内容だったと思いますがいかがでしたでしょうか。ぜひコメントでご意見等もお待ちしております。それでは次のビデオでお会いしましょう。またねー。